超高圧開閉所内の工事も終わりました。 50万ボルト超高圧の送電線工事は発電所の建設に並行して進められました。 山間部の河川工事に活躍するヘリコプター。 発電所で起こされた電気は、ここ新福島変電所を通して首都圏に送られると同時に、東北電力の送電線によって地元でも使われます。原子力発電所で使われるウラン燃料は瀬戸物のように焼き固められています。そしてそれが高温と腐食に強い 特殊な金属のチューブに入れられています。これを束ねたものを燃料集合体と言います。これは燃料検査。燃料集合体の一本一本について綿密な検査を行います。 いよいよウラン燃料を原子炉へ入れる時が来ました。水を満たした原子炉の中に燃料集合体の一本一本を注意深く入れてゆきます。 燃料集合体はこの1号炉では全部で400本入ります。制御棒が慎重に引き抜かれていきます。制御棒の引き抜きによって起こるウランの核分裂の連鎖反応が増えも減りもしないで続くことを 原子炉の臨界と言います。原子炉は次第にその臨界に近づいていきます。それを見つめる技術者たちの瞳には基礎調査以来の建設の苦難や思い出の数々が浮かぶことでしょう。ついに臨界に達した原子炉。ここに 第三の日と言われる原子の日が灯り、新しいエネルギーの黎明を迎えたのです。いよいよタービン発電機に約70気圧、280度の蒸気が送り込まれます。 全出力46万キロワットの目標が刻々と迫ります。ついにその時が来ました。昭和46年3月、東京電力福島第一原子力発電所はその1号機の営業運転を開始しました。 福島第一原子力発電所は
その後順調に建設が進み、大熊町にこの1号機から4号機、双葉町に5、6号機が設置されて、6機合計出力470万キロワットに及ぶ我が国最大の原子力発電所になりました。発電所では運転に伴って発生する放射性廃棄物を処理処分するために集中処理設備が設けられています。この集中処理設備では液体や固体のそれぞれが適切に処理されるようになっています。管理区域の中で使われたビニールシートやボロ切れなどは仕分けられドラム缶に詰められます。仕分けられたこれらの固体物はさらに燃えやすいように裁断と袋詰めが行われ焼却炉へ送られます。こうして焼却することによって今までドラム缶詰めされ貯蔵されていた時より容積が40分の1に減らされます。焼却された灰はドラム缶に詰めて貯蔵所に保管されます。焼却の際出る放射性ガスはセラミックフィルターで除去します。セラミックフィルターは一つの容器に92本入っています。原子炉室などの放射線管理区域へ出入りした人の衣類は1回着用するごとにランドリーセンターで洗濯されます。洗濯水は蒸留、凝縮などを経て再びきれいな水に戻し洗濯水として再使用されます。これは洗濯した衣類の放射線レベルを確認する装置です。安全レベルを確認した衣類は自動折りたたみ機へ送られます。洗濯水以外の液体の濃縮乾燥を行う設備です。濃縮乾燥した粉末は圧縮成形してペレットになります。ペレットは従来の処理方式に比べて容積が8分の1くらいに減らされ地下の貯蔵庫に保管されます。原子力発電所では極めて厳重な放射線管理体制が敷かれています。管理区域へ入域するときは必ず管理区域用の下着、靴下、チョッキに着替えてこのチェックポイントを通過しなければなりません。ここでは監視員からアラームメーターと熱蛍光線量計を借り受けます。アラームメーターには例えば30ミリデムといった具合に警報設定値が示されています。その数値を超えるとアラームが鳴る仕組みになっており余分な線量を受けることを防ぎます。管理区域への入域は入域用モニターに立ち入り許可証と熱蛍光線量計をセットし登録をします。管理区域内の服装・装備についても区域によって段階的に規定が設けられています。原子炉建屋は常に外部より気圧が低く保たれその出入り口は二重扉となっています。二重扉は一方の扉を閉じないともう一方の扉が開かないエアロック構造です。仕事を終えて管理区域を出るときはまずこうした体質モニターにより入念なチェックが行われます。
らに帯域用モニターで被爆線量の確認と記録を済ませて外へ出るのです。こうして管理区域へ入域した日時と線量は各自が記入し、月ごとに集計照合が行われます。ところで、私たちの住む地球にはもともと自然の放射線があります。原子力発電所の放射線の量は厳しい管理を行っていますので、自然の放射線の量に比べてはるかに少なく、その影響はほとんど問題にならないほどです。こうした環境の放射線量を測るモニタリング装置が校内及び周辺地域に何箇所も設けられて、データを刻々中央操作室へ送ってきます。地元福島県でも独自に原子力センターを置いて周辺の放射線量の測定を行っています。福島第一原子力発電所の安定運転と足並みを揃えるように、地元の町々も着実な繁栄を続けています。明るくたくましく育っている子どもたち、武道館やスポーツセンターなど地元の人たちの集う施設も揃ってきました。スポーツセンターは今日も家族連れや学生たちでにぎわっています。海に臨む立地に作られた福島第一原子力発電所は、我が国に多い臨海原子力発電所のパイオニアであり、原子力発電の技術革新のモデルでもあります。ここで生まれる新しいエネルギー原子力は、皆様の生活を支える大きな力となっているのです。